臭いんで。すげえ。あーすげえ。すごいでしょ。線とか変えてたね今。路面電車。よっしゃ、九州上陸。ではお先です。よし、じゃあ行くぞ。中どんなんやろ中。うん。こんなおお、あ、なるほど。止めてます。よし、先買ったものを出す。あ、三脚持ってかな、三脚、三脚を持っていくと。まあこんなんまで持っていかなあかんというかね。あとは食べ物。あ、食べ物、そうだ、このリクサクの中に入れてた。よし、忘れ物なし。ではね、あばあせ、この充電器系もでかかったね。いや、すごい、一台一台バッグで入ってる。まあこれを全部入れるまで我々は中に入れないという感じです。ずっと待ってます。でバイクの方はまあこんな感じでね、うん、では客室へ歩いていきます。おーし、おお、あ、なるほど。九州は何度か行かれてるのか。いや、初めてですよ。お、あ、来た。疲れた。よし。うわ、すごい、なんかホテルへ来た感じ。はい、あ、ほんまですか。ここもサニーさんです。お、ほんまですね。いや、グーグー、あー、いい、いいですね。耐久はしてるとも同じ車種ですからね。僕昔250に乗ったんですよ。え、ほんまですか。あの MC41 ですか。いや、じゃなくて、あの、あ、前の22です。ああ、あ、ええやつですね。 4気筒の2番目。ここすえ、もうマドラーじゃないですか。それでそれは盗まれちゃって、それでその後 NS ナラに乗り換えて、はい、6万近く走っても、はい、エンジンが結局、はい、メンテナンスするにも、はい、大会とか安いよって言われて。すごいですね、 NSR 乗ってたんですね。かなり走りやっちゃいます。え、もう、え、弾丸ですか。いや、違います。僕はもう、はい、飲食店やってるんですよ。あ、はあ、はい、東京なんですけども。え、東京ですか。はい、一人さんやってまして。ああ、ありがとうございます。頭で。いやいやいや、あ、ああ、これ YouTube 出していいんですか。あ、全然。あ、いいですか、いいですか。焼き鳥屋さん東京で。アカウントはね、あのケニチって検索したらすぐ出てきます。ケニチ。調べてみます。いや、あの出ますんでね。名刺出ますんでね。僕は12日間で休みを取って。あ、ほなもう向こう九州ぐわっと行くんですか。一昨年に南の方行ったんですね。宮崎と鹿児島と熊本行ったので、はい、今年は北部の方に。え、ほな大阪からなんで乗れたんですか。え、東京で住んでるんですかね。はい、あのフェリーの時間の問題があるんですね。はい、東京から門司港までが24時間かかるんですよ。はい、夜夕方の便で24時間なんで丸2日潰れちゃうんですよ。はい、その初日と2日目の夕方の方で、はいはい、それなんで僕今日からお休みなので、はい、朝一で
7時ぐらいに出発して8時3時ぐらいに着いて、であの堺の方で刃物ミュージアムっていう、はい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 、包丁をこう供養してくれるところですね、はい、で僕何本か包丁を供養してね、はい、なんか捨てるのもえこれっていうのは何できたんですか。バイクでです。え東京からここまでバイクできたんですか、はいはい、すごいないやすごいですね。いやすごいです。基本的に僕はもうバイクで47都道府県全部行こうっていうのが、いや すごいですね。あ飯持ってくればよかったです。僕のかなりでも行動派ですね行動派ですだから今日行って弾丸ですよ。弾丸行って上で益城あそこ行くんです。あそうなんですか、はい、僕も行くんですよ。えほんまですか。あの、はい、大井台はい、福岡行って佐賀行って長崎行って、あぐるーっと回ってブログ好きだった人が阿蘇に。なるほど。もうまだ出てないかな。あもう間もなく出ますね。上っていうか看板ですかね。あ看板ですか、はい、この階からも行けますよ。あ、はい、はい、分かりました、はい、あ今回レストランは行かないと、うん、いや間に合うかな間に合うかな。いや先ほどの方とちょっと話が楽しかったんで、いけるかな。あいけるいけるいける。おなんか動いてるわ。あ動いてる動いてる。おおすげえすげえ。うわあいいないいな。あどこで飲もうかの。おいいな。よっしゃ。あここでいいかもしれん。ここでしょ。生放送ここで。急げ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 。生放送つながるかな。できるだけ早めに。いけるかないけるかな。よし、あこんな感じでいけるわ。声大丈夫。声生きてますか。あーサンキューサンキュー。いやねあちょっとうるさいんでね、かなりうるさいんで、いやよかった。めっちゃギリギリ。で今すごいんですよ。ちょっと見てちょっと見て。これね後ろこれすごい船があって、ほら分かるあれすごいですよ。すごいなんかあれ豪華客船めっちゃすごいんだけど、サンフラワーはあんな風に光ってないのに、なんであれはめっちゃ光ってるんだ。すげえ光ってる。先ほどまで生放送してまして、で回線が完全に切れました。まあ、それはまあさておいて、まあ、途中で終わったことに対して本当にすいません。まあ、この動画を通じてその後の模様を放送したいと思います。あんまり大きい声出してもそんなに声聞こえてないと思いますけども、やはりフェリーすごくあの音がうるさい。うるさいねまあでもしゃあないですよ。しゃあないですけどうるさいんですよ。でもこれもねやっぱり甲板に出ていい思い出と思います。で先ほどまでこれ飲んでたの、これ日本酒を飲んでました。日本酒を飲んでて、途中でプチッと切れたんだよ生放送。いやー見てる方で、ね、あ切れた、うわー県道切れたとか言ってね、まあそんな感じで思ってると思いますけども、まあ、引き続きこれで見て楽しんでくださいっていうことです。別れ気づいた。